これダイソーだよね。それだ。これダイソー。はい。これダイソー。これダイソーみんな。だからもうホームセンター。これもホームセンター。じゃあやりましょうか。よし。はい。お願いします。じゃあここの道具。はい。はい。を使ってこっからこっちがダイソー。ダイソー。はい。はい。こっちがホームセンター、ホームセンター、はい、を使ってやりましょうと。よっしゃ、ヤドカリパンチを設置しましょうというところですね。はい、お願いします。はい、まあ、これ忘れてたね。よし、これもホームセンター。はい、じゃあやる。よし、何からやりますか。まず印だね。まずこれをオープン。おい、オープンしまして、13mm のこれが90の9です。こっちが 13mm の300の910。一番でっかいのが 13mm の400の900。うわ、軽っ。キリ軽いね。どうするんですか、俺が。キリって読まなかったら。軽っ。バカなんだな、俺。そしたら、じゃあ、親分が、じゃあ、印を出すのに、マジックはちょっとにじんじゃうかもしれないので、マジックはちょっと避けておいて、ボールペンかシャーペンの、芯がないシャーペンを。こいつ、はい、こいつが9センチ、9センチなんで半分が 4.5、はい、4.5 で、うん、4.5 で40センチ、 4.5 に印をして、はい、これでね、あと親分にね、ポイント、この点々を俺が書いてくるんで、うん、点と点をつないでほしいんですね。オーケーです。1枚分バックなんで、あと 13mm かなったんですよ。あと 13mm かなったんで、今これで合ってますね。うん。
ね、ファイルちゃんを後ではたくしかないですね。うん、つけると、下につけるこのファイルのサイズで、あ、ファイルを木のサイズでカッティングと横幅ピッタぴったり、ぴったり横幅ピッシーって書いてもらって、ハサミでチョキチョキ、あ、OK です、はい、お願いします。それはスイッチ、これもスイッチのなさ、うん、そしたらこれ、うん、こう印してもらって、うんうん、カッター入れてもらっていいですか。 OK、 じゃあこれを指示していきたいと思います。このカッティングシートさんを、カッティングシートさんを出しまして、うん、まあ、ざっくりこれを上回るサイズで切りまして、うん、あとはシワを伸ばしながら、空気を伸ばしながら。端っこ切っちゃってるんですね。こっち側見ながら、うわ、切るやっぱシワができちゃう。できました。窓できました。いいですか。組み立て一歩前ですか。はい。はい。息が長い。これそこ。スイッチと配線か、配線つながってる線はそのままに切れてた方をこっち側とこっち側に挿して、うん、これをコンセントのこれはまとめてなっていく、ね、はい、それで OK、はい、食い込むわけですね。食い込むわけですね。ね、辛くてね。うん、はい、
はい、ということで、じゃあ親分が組み立てを開始しましょうか。はい、はい、一回これでそっちを挟み込みます。そしたらもういよいよ組み立てて、いよいよ組み立て、いよいよ組み立てです。こちらはハブなんで、あれ背景、あ、背景じゃない、そいつが先っす。まず、糊をアクリル板を入れるところですね、これが。これが、うん、あ、で、上と下にやるわけ。すごい。何時間？完璧です。あ、ちょっとメーターか。これデジタルメーター。ああデジタルメーター。これ何？これシール？ネジか。あ、ネジで。そしたら。今これ逆さまなんだね。うん。スプーンが分かるように。